おしり偵んさらば愛しきおしりを初日舞台挨拶上映後になります。どうぞよろしくお願いします。<laughs> 今日は大人から子供までたくさんの人たちが来てくれました。初日おめでとうございます。ありがとうございます。では、早速皆さんから初日を迎えた感想を踏まえましてご挨拶をいただきます。まずはじめに、 お尻探偵の声を担当されています。三瓶優子さんです。ありがとうございます。皆さん、今日は映画を見ていただき本当にありがとうございます。お尻探偵でお尻探偵の役をやらせていただいております三瓶優子です。えー、今日は。 あの、おしりたんていの映画の舞台挨拶としては、結構久しぶりの舞台挨拶ということで、えー、こうしてあの楽しんでくださってる皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。えー、今日はね、素敵なゲストと一緒にあの最後まで楽しい時間を過ごせたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 続きまして、ブラウンの声を務められています。斉藤彩香さんです。はい。えっ、ー、と、皆さんこんにちはあ。ありがとうございます。皆さんこんにちは。えっ、ー、と、 ブラウンの声をやらせていただいております。斉藤彩香と申します。えっと、本日、あの、見立てほやほやの、あの、皆さんと、もう本当は、あの、ここで喋っているっていうよりは、あの、お近くであそこはどうだったよね、あそこはどうだったよねって一緒におしゃべりしたいなって気持ちで、あの、来ました。えっと、本日はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 続きましてゲスト声優のお二人にもご挨拶をいただきますまずは推薦の声を担当されています中リーサさんですはい、えー、皆さんこんにちは中リーサです推薦役を演じさせていただきました、えー、今日は朝ねすごい天気が良かったんですけども急にちょっと足元が悪くなるような天気になったのにこんなにたくさんの皆さんに来ていただけてすごく嬉しいです えー、今日はよろしくお願いしますありがとうございます続きまして金木先生の声を担当されました津田健次郎さんですえー、皆さんこんにちは津田健次郎ですえー、初日からですねたくさんの人に本当にあのー、劇場に来ていただきましてめちゃくちゃ嬉しいです短い時間ですが楽しんで帰ってくださいよろしくお願いしますありがとうございます でね、映画を見たっていうね子供たちも今日来てくれたりしてるんですよそこでちょっと聞いてみようと思うんですけど本当に世界中にねもう大人気のこのおしりたんて絵本読んでるっていう人お友達お,おさすが 浅くさすがですね。<ー>本当にねみんなこうやってねおしりたんていが大好きな人たちが集まってくれてるわけですけれどもちょっと中井さんと津田さんに聞いてみたいと思います。はい、なんかお子さんを通じてこのおしりたんていのことも知ったっていうのをちらっと聞いてるんですけれども何かこうおしりたんていの思い出とかどういう感じでこう好きになってたか教えてもらっていいですかじゃあ中さんから。どうだろう。うちの息子がよくおしりたんていの絵本を寝る前の読み聞かせの時に読んで読んでって。 言って持ってて持きてくれるんですけどお尻探偵ってすごくこうの推理だったり迷路があったりとか結構そのお休み前には向いていないような <laughs> <laughs> ちょっと興奮 <laughs> しちゃう絵本で覚醒しちゃう絵本だったのでだからそこお尻探偵が最初に来るとどんどんこうなんだろうな続くっていうか寝てくれないっていうループがあったのでなるべくちょっとお尻探 では、今じゃないかなっていう部分とかが結構あったような。なんかそういう、ちょっとこう、面白い、どんどんこう、大人もなんだろうねって、一緒にゲームしながら楽しめる方なので、なんかそういうちょっとこうイメージがあって、今回こう声優をやらせていただくっていうことになったら、すごく喜んでましたね。はい、本当に、ね、お子さんに自慢できたわけですもんね。はい。<laughs> じゃあ津田さんはどうですか？はい、そうですね。あの、僕の場合は、あのテレビシリーズの方で。 あの一緒に見たりとかしてあの遊びがたくさん入ってるじゃないですかテレビシリーズ見てるともうあの遊びをなんかキャキャキャッ,キャッキャ言いながらああすごいよくできてるなと思って本当に楽しそうに見てるのではいしかもそのねフォルムから何からかなりパンチ力が抜群なので僕も何だろうこれって最初思ってましたけどやっぱすごい面白いのを。 あの一緒に見たりしてます、はい、しかも歌もねパンチがあって、ね、パンチがありますね <laughs> <laughs> セリフとかも全部パンチパンチ力抜群の作品ですね。ですよね。はい、でもそこがね、はい、愛されてるね理由かななんてね思い,思いますよね。はい、じゃあちょっとこれでですね聞いてみようと思うんですけど本当にこのテレビアニメから、ね、劇場版として長編映画が第2弾が今回の作品になったんですけれども、ね、三平さんはい。 本当にこうやってね、また長編映画で生まれたこの最新作ですけど、はいはい、テレビアニメとまた違う色合いだったかなと思うんですけれども、どんな印象がありますかそうですね、やっぱり今回のお話は、まあ、もちろん映画ということで、アニメよりもこうボリュームがすごくあのたくさんありますし、 ドラマが結構大人向けだったんじゃないかなと思ったんですけどもうあの大人も楽しめる、えー、作品になってるのかなと思うんですけどさっきあのお子さんにあの絵本読んでる人とかアニメ見てる人って聞いてくださったんでお父さんお母さんであの今ね映画見たけど大人も楽しめるなって思った人あ,ありがとうございます。すごい いやあの、もうね皆さんの見ていただいてるんでああのネタバレ OK ということで今回いやあの本当にその絆がすごくあのたくさん出てくるお話だなぁと思いましてこう普段のアニメの場合はやっぱりこうお子さんと楽しめるように結構おまぬけな犯人ですとか <laughs> なんかこうクスッと笑えるシーンが多いお尻探偵なんですけど今回の,あの映画はやっぱりその、かつての。 相棒推薦とのそのやり取りであったりとかそこを通してあの今の相棒のブラウンとの関係性それからあのセンとそれからの恩師の金木先生との何ですか絆とかすごくこう あの人と人との関係性人お尻人 <laughs> のこのキャラクター同士の関係性がすごくこう深く描かれてる作品だなぁと思ったのでまあ,あのちょっと難しいなぁって思ってもなんか見たらこう面白いかもしれないなんて言ってこうお子さんも一緒に興味を持ってあの見ていただけたらなんかあのすごく嬉しいなぁと思いました。 そうですよね。え、ブラウン的なね、斎、はい、藤さんどうでしたあブラウン的にはあの、今もう本編のめちゃくちゃいいお話をめちゃくちゃあの、おしりたんていさんがしてくれたので、あの、ブラウンはちょっと短編に触れてみようかなと思います。うん、あの、短編、あの、音楽がこう流れて、あの、みんなで、なんでも解決クラブのみんなであの、ご飯むしょむしょ食べて、 あ怪盗祐をやっつけるぞってあの、無音じゃないですね音楽終わってせりフがないところのシーンがむちゃくちゃ好きでなんかあの、ちょっとちょっと哀愁も漂いながらもあのあのシーンがすごい好きだなと思って短編もあの、映画ならではかなと思うので楽しんでもらえてたら嬉しいなって思います。ブラウンののお話とところ、うん、みんな楽ししかかったですすうわーありがとうございます優しいま優、ねね そして今回なんですけれども、さっきね新旧の相棒の話が出てきましたけれども、中さんと斎藤さんは一緒にアフレコすることができたと。いうはい、あの主に前半前半ですが、あのご一緒させていただきました。ありがとうございます。こちらこそ。何か収録時の思い出とかありますか？あ、もうあのよろしいでしょうか？はい。あ、いいですか？いや、すごい私は本当にあのありがたくて。 あのー、ずっと見てたので、本物だっていうイメージしかなかったです。あ、ブラインが人になったっていう。<laughs> <laughs> すごいと思って初めましてだったので、<laughs> はい、でもすごくいろいろアドバイスいただいたりとか、本当にやっぱりすごく普通にね、 実写でお芝居するのと全然違うのでだからそういうちょっとタイミングだったりそういうのをもっと優しく教えてくださって助かりましたありがとうございましたとんでもないです中さんあのもうおお一回あのお座りになったらっていうぐらいあのマイクにこう真摯にあの立ち続けてあの作品と推薦とすごく向き合われていてすごく印象に残っております。あの 君に相棒が必要だと思ったからっていうセリフが私すごく好きで、うん、あの水仙と、あの中さんの、この、なんか、中、中節、はい、中節が、<laughs> すごい <laughs> 素敵だなーって思って、なんか、いやー、水仙さん、あの、 相棒としてはの、むあえの相棒さんなんで、まあ、ちょっとやきもちと言いますかね、うん、なんかどんな人だったのかなとか思いましたけど、もう一気にあの好きになったなって思います、ありがとうございます。ます本当に素敵なね、うん、こう物語の中で、おしり偵はやっぱり愛されてますよね。 相棒トークがすごくほほ笑ましくて <laughs> いやあのでも私はあの収録の時に皆さんのも声を聞きながら実は一番もう最後ぐらいな感じでやったんですけどもうあの自分も今回その若かりし頃のお尻探偵のシーンが出てきましてなんかちょっと緊張してたんですけどもうあの「推薦の若かりし頃の声」とかそれがまたあの今に今に なってもこうなんかすごくナチュラルに変化されててもうあのなんですかスイセンと会話すると自然に若返れるし <laughs> あの自然とこうなんかあこの2人ってかつてやっぱりそのバディを組んでたんだなっていう絆があの感じられるその中さんのお芝居でもう。 感謝しししかないです。本当に <laughs> あの楽しく演じられました。そしてねあの今の相棒の,あのブラウンのセリフも、うんはい、いつも必殺技を受けながらも決して「臭い」と言わずに「さすがですお尻探偵さん」という心強いセリフをいつも言ってくれるのでもう本当に心強い相棒たちとあの今回一緒にできて嬉しかったです。 中さんも今回ねだから昔と今の推薦のね演じ分けっていうのも大変でしたかそうですね結構昔の推薦が何なんが何があったのってぐらい変わりまくってたのでか。 多分一回おしりくんにこう自分の気持ちがね少しこうなんかおしりくんが鈍感だから <laughs> なんかちょっとき振り向いてもらえないっていうかそういうちょっと可愛らしいところもあったんですけどなんかこうちょっと自分でなんかやっぱ守らなきゃいけないものだったり何かちょっといろいろね気持ちの変化でやっぱ人ってあんなに変わるんだっていう着てる服まで。 なんかすごいね <laughs> す相当変わってたのでキャラキャラがねすごい結構ブリブリのワンピース着てたのにすごいパンツスーツスタイルだったのでちょっとなんか多分絶対一個違う男を挟んでると思います <laughs> 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 いや絶対絶対, <laughs> 絶,対絶対そう いいや、絶対そうだと思います、えっと、思ますえっこの話はあのお母さんには聞かないでね。<laughs> 違う、なんかちょっと、なんか一回ワンクッションあってのあれだったと思うんですよね、んあんなにこう人が変わるって、結構なちょっとこう、変わらないといけなかったので、なんかちょっとあったのかなっていう、はい、いや今、聞いてて思ったんですけど、うん、このあの、中さんの発スする推薦のお尻君ってよくないですか初めてあの、お お尻探偵さん、うん、お尻探偵くんは言われるんですけど<う>お尻くんです <laughs> そうなんかすごいあの綺麗なお尻っぽい綺麗なお尻中さんのは綺麗なお尻っぽいです <laughs> すいません皆さんあのちょっとあんまりお尻に免疫ないかもしれないんですけどこれ割と現場で普通の会話なんですよちょっとついてきてください <laughs>、ね、でもそれがまたたまらなくね愛おしい映画でもあるんですけど津田さんもね、はい、今回の先生も、はい 本当にね、んにいいろろろね苦労がああっってあなったんだろう,というそうですねいやすごいこう大人が見るとシビアなわりとねこうずしっとくる物語だったりしたのでど,どういうふうにね受け取っていただけるのかっていうのははいすごく思いましたけどあのあとちょっとね「あの金目」怖いところなんかもあったりするから。 大丈夫かなっていうのもちょっとありました。大大丈夫でしたかねお子さんたち怖くなかった大丈夫だった金目先生怖かった怖かったいいんだよ怖いって言ってお腹に響きそうな感じだよねそれはそれで正しい反応ですあ、そうですねそうですねはいだからなんかすごくこうなんていうんですかねやっぱり金目もとてもやりがいのあるはいなかなかシビアな話でもあったので やってて、すごく楽しかったです。はい。津田さん全体を見て、どんなところを、うん、あ、ここいいなと思いました?。あ、やっぱり絆の部分ですよね。それぞれの絆の部分っていうのが。すごくいい映画だなと、あとテレビシリーズと本当に、こうガラッと変わるというかね。<laughs> なんか別の作品レベルで。<laughs> そうなんですよ。<laughs> そ,うそうそう、あのー、びっくりしました。根平さんの音楽が乗ると、はい、あれ、これ何の作品,の作品だったっけ <laughs> っていうぐらい。 やっぱすごく見応えのある。はい。全体通してね、やっぱすごい劇場版ならではの。うん、良、うん、さがやっぱありましたね。はい。きっとね、今見ていてわからない感情が。ね、年齢がまた上に上がったら。 あこの感情分かる嫉妬とかとかねあと葛藤とかっていうのが分かるようにいろんな年齢によって見方がねそうですねうん大人も大変なことがいっぱいあるんだなって金木先生もね決して悪いだけの悪いいいだけじゃなですはそうなんでですす本当よねそして中さんがさっき言ったねこう一人挟んでっていうのも大きくなると分かってくる大きくなったら多分あんだけのキャラ変はななかかはいいろんなことがあったんですね 違、はいない大,大きくなったら分かるかも分かるかな、うんはい、そこはちょっとまた見ていただきたいと思いますけど、はい、さて次のコーナーに行きたいと思いますよ今作では「おしりたんてい」とそのかつての相棒スイセンそして現在の相棒ブラウンの3人の関係性も見どころですそこで「あなたにとって相棒と呼べる人は誰ですか?」というお題に今回事前にみんなに答えていただきまして。<laughs> フリップでここで発表してもらいたいと思います。うん、はい、じゃあ、早速行ってみたいと思いますよ。じゃあ、まず三平さん、発表をお願いします。はい、私はこちらです。じゃん。あやかちゃんアンドイッケイさん。まあ、ね、その今回の、まあ、相棒のお話でしたけれども。まあ、あの、先ほども言いましたけどね。いつも必殺技を受けても、うん、あの、褒めてくれる <laughs>。あの、ブラウンね。 そして、まあ、あのやっぱりこの「お尻探偵んてという作品にはですねあのナレーションが欠かせないかなと、ね、皆さんもいつもあのいろんな問題を出してくれる声聞いてますよね。 ここで問題っていうね、うん、あの声をあの実はマルチーズマルチーズ所長役の,あの渡辺一慶さんが担当してくださっているんですけれども、うん、まあやっぱり2人ともあのおしりたんにとってもそしておしり偵という作品にとっても欠かせない存在なのかなといつも心強く思ってるよ。<laughs> ありがとうございますいえマルチーズ所長が好きな人、はいはい <laughs> <laughs> いいよね今回も活躍してましたしね,ねそうなんですよ、ね、ワンコロ警察もね,ね<ー>大活躍でしたンワンコロ警察好きです <laughs>、ね、じゃあ斉藤さんは何て書いたんでしょう <laughs> はい三平優子さんのは これからもよろしくお願いします。ます。あの私たち本当にあのさっきそこで会ったばっかりなんで、あの今日ね<ん>あの楽屋一緒とかじゃなかったんだよね。あ、そうそうそう。今日あのちょっとガラガラガラがすごい二人になりました。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> やっぱりそれはね、お尻くんと <laughs> そしてブラウンとの関係っていうのも <laughs> ずっと一緒にいるからこその。 なんか、あの、でもいつもやっぱり守り、守りあの、助けていただいてるので、あの、本人的にもなので、あの、これからは少しずつ、あの、隣を歩けたらなとそのために頑張ろうって思います。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> どうですか。かねえ、三平さんどうですか。<laughs> 照れちゃいますね。これからもこの二人の関係ね、楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。あますさあ、では、中里伊沙さん発表お願いします。<laughs> はい。 私は、じじゃじゃん、えんでででしょう。えー、でもやっぱり最近息子ももう4月から小学校5年生になるんですけど、うん、しっかり結構大人の話にも一緒になってあのー、参加できるようになってで結構そのうちの旦那の こう言ってたよってことをあの告げ口してくれるんですよね <laughs> だからすごくいい仕事してるそうなんです,すごくいい相棒だなと思ってあのこの間もなんかすごい片付けしてて何がない何がないってうちの旦那があなんか寝室で大騒ぎしてたんですけど私が食器洗いながらうわまた言ってると思ったらうちの息子がパーって来てパパパパパが今怒ってますあのだからちょっと <laughs> 一回逃げた方がいいかもしれませんなんかいろいろいい相棒なんですよね<テキ>ちょっと今ちょっと機嫌悪いかもしれないですとかいろいろあのやってくれるんですよできますねそうなんです,すだからこう間を取り持ってくれてますねちょっと後であの子育ての方法を <laughs> 裏で<ね笑>教えてください <laughs> ぜひ、ね <laughs>

全然お気になさらずです僕のよう、ねね、大丈夫やでそうさあじゃあ待たせたところで津田健次郎さんですよ、はい、マネージャー <laughs> ちめちゃめちゃ普通の <laughs> すいませんもう本当にすいません。はいそうですねもう仕事を一緒に <laughs>、はい、やっていく最初あの人 じゃないものを書いてたんですけど、ね、台本とか書いてたんですけど、<laughs> <laughs> はい、<laughs> あ、人でお願いしますって言われたんで、<笑><笑>あ慌ててざざざってさっき直前に書き直しました。そうなんですね。はい。でもマネージャーと書いたその心は、あ、そうですね。でももう本当に相棒で一緒に、はい、仕事をやっていく相棒ですね。はい。なんかあれですか？うん、そこはすごくこう、セーサー卓いろいろ言い合ったりとか、あ、そうですね。割と話しますね。うん。 こういうふうにしたいとかああいうふうにしたいとかはいじゃあ相棒の好きなところを教えてください<笑><笑>おお、おお、そうですか <laughs> えーっとまあ一生懸命やってくれてる <laughs> もうとにかく情熱持ってやってくれるところですね <laughs> はいはい、愛がありますねはい、はい、でして <laughs> <laughs> どこか <laughs> ですね <laughs> <laughs> 素敵でございます公開,公開告白みたいな、まあ、本当ですね, <laughs> <laughs> ねはいどうもありがとうございましたあまさあではちょっとこのフリップをお預かりさせていただきますはい,はいありがとうございます <laughs> さあ考えてみたらもう3月の今日は22 ですよね20日ですって考えると、ね、ほら卒、はい、卒園ととかか業シーズンとかなるわけですよだからもうねあの一段落て今度から小学生っていうお友達も今日もしかしたら来てるかもね知らないですしねっていうことで是非ですねあの今回のメッセージは、まあ、卒業シーズンということで門出を迎える皆さんに津田健次郎さん中里依紗さん代表して 一言ずついただければと思います、はあ、なかなか重い <laughs> カードでカードでですか、そうですかまあね、あのー、人生には別れと出会いがたくさんこれからもね、あるかと思いますけれどもあのー、一回繋がったご縁はあのー。 頑張ればね頑張らないとあのちょっとこう離れていったりしちゃいますけど本当にこう仲良くしていきたい人とはずっとこう頑張ってつながっていってほしいですし、えー、新しい環境とかに、ね、なったりとか新しい学校行ったりとかまあ職場もそうですけども、あのー、ちょっとこう緊張したりねドキドキしたりするかもしれませんが、あのー、いい環境を自分から 率先してね作れるといいなと思っております、えー、門出なのでえー本当に新しい、えー、道をこれから歩む人は頑張ってください素敵な出会いがありますようにはいありがとうございますなんかねな何の会かわか,かんなくなってきましたみんな真剣に聞いてくれてますかありがとうございます、うんはい さあでは中リーサさんお願いしますす出ででよねでも本当に大人になるといろんなまあお仕事に就く人がいらっしゃると思うんですけども結構私の俳優っていう仕事は結構そのドラマだったり映画だったり舞台だったりいろいろ結構短期間でいろんな門出だったりいろんな出会いが。 1> 1年間にいいっぱいあるんですよねだから小学校だったり中学校の時の卒業式とかクラス替えとか,かそういうのもいろんなことで意味があったんだなっていうなんか結構いろんなお仕事の環境だったりいろんな旅行に行って国に行っていろんな人に出会ったりなんかそういうのって本当に小さいうちにそうやっていろんなお友達と喋ったりとか。 ね、なんかそういうことで練習してたんだなっていうのがすごく分かるので本当ね小さい時はクラス替え嫌だなとかああ先生も変わるのかやだなとか思ってたんですけどあそれって練習大人になる練習だったんだって思うとすごくその友達と離れるっていうこともまたそして出会うってこともなんかプラスに捉えれるだろうなと思うのでなんかポジティブに。 なんかすごく、まあ、マイナスな感じの人もいらっしゃると思うんですけどあのいい出会いがまたさらに広がるということでいろんなお友達のこう考えをこう吸収できるというなんかいい機会だと思ってなんかプラスにポジティブにその角でを楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。はい、はいありがとうございました感動の Amém.